皆さんこんにちは、選挙用品 .com 田村亮です。必勝選挙チャンネル始めたいと思いますが、今日のテーマは自分の政治活動に自信が持てなくなったらというふうなことについてお伝えしていきたいというふうに思います。政治活動というのはですね、やはりですね、答えのないその活動というところもありますし、この1回でですね、すぐに即効性のある結果が得られるかというとですね、なかなか難しいということがあるわけです。ということでですね、日々やっててもですね、なかなか正解が見えない、反応がないという中で、このままでいいんだろうかというふうなことはですね、これ誰しも思うことだと思うんですね。で、そういう時にですね、自分がですね、自信がなくなったりですね、これで不安だなというふうに思った時に、何を考えるかっていうふうな考え方についてですね、お伝えしていきたいというふうに思います。毎度ちょっと体育会系な形になってきてしまうところはあるんですけれども、やはり人より頑張るというふうな部分でですね、やはり候補者というのもですね、差をつけてですね、他を圧倒して当選していくということになりますので、ぜひお付き合いいただけたらというふうに思います。そしてですね、じゃあそういうふうな部分で自分の自信をどう担保していくかっていうふうなことにもなるんですけれども、これはどういうことかというとですね、一回ですね、自分のですね、半日でもいいですし一晩でもいいですので、時間を作っていただいて、自分が今までやってきたことというのをどんどん振り返ってください。ここでですね、一つ差が出てしまうところがあるんですけれども、自分の活動を記録している人、そしてですね、活動を記録していなくてですね、もしくはですね、記録をしているんだけども非常にラフという人はですね、に分かれるんですけれども、きちんと記録している人は、その記録しているノートとかですね、パソコンの画面でもいいんですけども、そういうのとにらめっこしながらですね、やはりですね、自分の活動量とかを振り返るというふうなことをしてください。でですね、よく選挙は記録してくださいねっていうことを言うんですけれども、やっぱりこうやって振り返るときにですね、記録してないっていう方だとですね、なかなかですね、それを自分のイマジネーションの中でですね、処理していくっていうふうなことになるんですけれども、こういうふうに政治活動で不安だなと思ったときにですね、やっぱりちゃんと記録してない、活動記録として明確に覚えていないというふうな部分だとですね、やっぱりこういうところでも弱くなってしまって差が出てしまうというのはあるので気をつけてください。ただですね、こういうやり方でですね、自分の記憶を紐解いてですね、たどっていきます。今後の時にですね、いくつか考えなければいけないんですけども、自分が予定してたスケジュールを消化しているかっていうふうなことはまず大事ですよね。あとはですね、ここまでやったっていうこの活動量、これに対してですね、一つの自分の評価を与えてもらいたいというふうに思います。評価の軸というのはですね、他のライバルやですね、現職者がですね、じゃあ自分と同じだけの活動量を果たしてしているんだろうか。皆さんも非常に頑張っていると思います。でもですね、それ以上にですね、ライバルの人がですね、頑張っているのか、いや、私は誰にも負けないぐらい頑張ってるんだ。こういうのをですね、ぜひ振り返ってもらいたいんですね。選挙っていうのは相対的な評価で決まっていきます。あとはですね、地方議会議員選挙というのはですね、ある程度自分が最初に計画したですね、政治活動というのをですね、予定通り行えればですね、基本的にはですね、当選は難しくないというと語弊がありますけれども、当選できる可能性というのは非常に高いということは言えると思います。要するにですね、スケジュール通りに、何らかの理由で運べてないということがあるのであれば、そこが問題になってくるというふうなことになります。自分が不安だなと思ったら振り返る。そしてですね、他の人より活動量で勝っているんだというんだったら、それを自信にしていいと思います。じゃあそれをさらに伸ばして差をつけてやろうというふうな部分ですね。はい、では活動量という部分ではいいんだけども、この方向性、ベクトルとか言ったりしますけれども、じゃあ今やっている延長線上に当選はあるのかなというふうな部分であればですね、そこはですね、実際にですね、自分がですね、やった活動に対してのその票の積み上げっていうものをやってみるとかもありますし、あとはですね、そこで足りないっていうことであればですね、そこで嘆く必要は全くないというわけではないんですけども、そう思ったらですね、じゃあ今からですね、目標設定をし直して、当選に向けて得票数を得るというふうな部分で、どういうふうに、アプローチを変えていくのかっていうふうなことを考えればいいわけです。こういうふうなことでですね、ここで一回振り返る、そしてですね、自信を得る。で、自信を得られるほど活動をしていないというのを自分で正直に考えてしまっているのであれば、そこでですね、振り返れるチャンスというふうな部分で、どんどんこの次に対するアプローチというのが出てくるのかなというふうに思います。なかなか政治活動とかそういった部分はですね、煮詰まってくるとかですね、ちょっと惰性になってくるというふうなことがですね、ありがちですのでですね、定期的にですね、こういう自分のですね、メンテナンスっていうのをですね、してやっていくというふうなことがいいと思います。これはですね、アスリートでも同じことが言えると思います。
やっぱり勝負の世界に生きるというふうな部分で、そこにですね、試合をやって終わって勝ち負けが決まるまでですね、結果わからないというふうなことになるんですけれども、じゃあ彼らはですね、試合に臨む前に何をしているかというとですね、自分がやった練習を振り返り、その活動量が相手を凌駕している、うん、俺はできる、うん、あいつよりあいつに勝てるというふうなですね、心の持ちようを持ってですね、臨むというふうな部分はですね、よくあるのかなというふうに思います。候補者もですね、まさに一緒でですね、特定の一人というのを決めている方もいらっしゃれば、何人かというふうにですね、ベンチマークしているというふうな人はいると思うんですけれども、具体的にですね、そういう仮想敵というかですね、そういう仮想ライバルというのを作ってですね、その人よりもちゃんと自分は正しい活動のベクトルで、正しい活動量をその人たちよりもしているのかっていうふうな部分をですね、注目して考えてですね、それに勝っているというんだったら、私の方が有利だと。で、もともとのそのポテンシャルであるとかですね、持っている素質というのはあるかもしれませんけれども、地方議会議員の活動というのはですね、数千票というのを得ていくというふうな部分でおいてはですね、ある程度の才能よりもですね、やっぱり後天的なですね、その活動のですね、広がりというふうなものがですね、ものを言うのかなというふうに思います。ということでですね、やっぱりこの自分がで自信がないなとかあるなとか、そういうのをですね、評価する部分もですね、今までやってきた活動が人よりも優れているかっていうふうな部分なんですね。優れているというふうになったらですね、そこは素直に自分を評価する。そしてですね、そこをくだらないようにさらに頑張っていただくというふうなことでですね、どんどん活動量を増やしていくというふうなことをするといいと思います。ただ今日のですね、ポイントという部分ではですね、ライバルを気にしすぎて、自分がやっているスケジュールをぶらさないでください。例えば下方修正をどんどんしていくとかですね、あとはそもそも、当選できるラインのその競合ではないのに、その人をベンチマークするとやはり同じような結果を生んでしまう形がありますというふうな部分でですね、誰を対象にするかというのは非常に大事です。やっぱりこう当落線上の候補者とかですね、そういった方々をやっぱりベンチマークする必要があります。例えばこう落選して続けている人というのをベンチマークすることに、意味は薄いかもしれませんし、あとはトップ当選をし続けている人というのもですね、またちょっとやり方が違うんですね。そういった部分ありますので、そこを真似するというのも大いに結構なんですけれども、やはりですね、一番その再現性があるというかですね、誰しもできるというふうな部分でのやり方としては、当選得票数、ここのですね、当落ラインにいるですね、幾人かというのをですね、ベンチマークしてやっていくというふうなことがですね、一つ指標になるのかなというふうに思います。本日もですね、ちょっと申しましたけれども、以上にしたいと思います。必勝選挙チャンネル登録よろしくお願いいたします。